ご紹介いただきました松本でございます。京都大学を代表して、この開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日はようこそ第12回の京都大学国際シンポジウムにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。もう12回というと随分長くなりましたが、京都大学が、国際的な研究教育の場でですね活躍している内容を皆さんに知っていただくというような試みの一つとして、国の内外でシンポジウムを開催してきたものでございます。本日は日本の方々がございますが、その他に外国からもたくさん参加していただいておりますし、また年齢層も拝見いたしますと非常に若い方から熟年の方に至るまでたくさん来ていただいております。大変ありがたいと思っております。お礼を申し上げたいと思います。このシンポジウムは英語名ではQUISと呼んでおりますが、京都ユニバーシティ・インターナショナル・シンポジウムという形で、もう年限から言いますとちょうど9年目に入りました。国際交流を研究機構にですね、国際交流機構に随分と力を注いでいただきまして、いろんな部局の主催される主張されるシンポジウムと一緒になりまして、こういうシンポジウムを練り上げてきていただいたと、感謝しているところでございます。京都大学は多元的な問題の解決というか、地球社会が直面するような課題の解決に向けていろいろ研究教育の立場で問題に取り組んでまいりました。これは大きなミッションとして我々が抱えております地球社会と調和ある発展を目指すということで、人間はもちろん含まれますが人間だけではないというような広い地球社会ということを目指してやってきたテーマに従ってシンポジウムを開催しているところでございます。で、今回のシンポジウムのテーマは後ろのスクリーンに書いてございますように、変化する人種の人種イメージというテーマでございまして、表象から考えるというふうにさせていただいております。このテーマは先ほど言いました地球社会との調和ある発展を図るというミッションにふさわしいテーマであるということで、京都大学のシンポジウムとして今回人文科学研究所と先ほど言いました国際交流機構の間でお話をしていただきまして、この開催にこぎつけたものでございます。近代以後、ここにおられる方々は大変関心のあれの方ですので、私が、そういう分野の専門家でもないのに口はばったく申すのはなんでございますが、一応人文科学研究所の先生に教えていただいて、虎の巻をここに持っておりますので、それに従って申し上げますが、近代以降は現代に続くまで、いろいろ歴史がございますが、その歴史を振り返りますと、ここにテーマとして挙げてございます、人種レースという問題は、大変地球社会全体に大きな影響を影あるいは日向になりまして長くでございます。当然、人類は一つの特徴のある悲しい差が持っておりまして、生物でありながら戦争をしてお互いを殺し合うというような特徴もございます。そうした戦争の基軸の一つにレースの問題というのは、無関係ではなかったという悲しい事実がございます。人種間対立というのは根深い問題でございますけれども、日本社会においては人種問題というとごく限られた一部の問題と、例えばアパルトヘイトやアメリカの黒人差別といったことがすぐに頭に浮かぶようなことでございますが、もう少し学術的あるいは冷静に考えますと、非常に幅広いところにこのレースの問題というのが全て関係しているというふうに言えるのではないかと思います。そういったようなことをテーマに、今回はシンポジウムを開くということでございます。また人種問題といいますと、どうしても社会科学的な側面というのが注視されますが、サイエンス的な立場から人種がどうだこうだという議論は当然ありえますが、その両者をミックスしたような問題というのは過去の歴史にたくさんございまして、そういったものも挙げることができるかと思います。例えば、ナチズムが技術社会科学社会でレースの問題に結びつけたという問題もございますし、アメリカの奴隷制も一つの文化技術の発展の中で人種問題が関係してきたということになろうかと思います。今回はこういったテーマに関係の深い世界中の著名な研究者にお集まりいただきまして、本学の人文科学研究所を中心とする専門の先生方を中心にシンポジウムを開いていただくということになりました。当然内容は文化系だけではなくて理科系も含んだような分離融合の新しい側面で切り口でテーマとして取り組んでいただくということになろうかと思います。人文科学研究所はこの一つの今回の集約でございますけれども、人文科学研究所はですね、昔から社会に大きな貢献を果たすことができました。大変多くの人材を輩出いたしましたし、また全国の研究者の一つの共同の研究作業という場を提供し続けまして、実質的には全国共同利用の研究所の形態を取ってきたところでございまして、文系の方理系の方いろいろ関心のある方がお集まりいただきまして、この研究を発展していただいているところでございます。その人文系の伝統に沿いまして、今回人種という今日的な課題に学術的に正面から向かい合うということをなさっていただいている先生方が中心になりまして、今回のシンポジウムを開催させていただいたということでございます。京都大学はこの人種の問題に限りませず、非常に多様な発展、多様な方々の関与ということを特徴としております。あらゆる研究分野において多様性、ダイバーシティということが重要であろうと思っております。そういった意味で多少手前味噌的なことを申し上げさせていただきますと、京都大学は2003年に民族学校出身の受験資格を全国の国立大学に先駆けまして認めました。そういう事実もございます。また多様性といいますと、人種だけではなくて、例えばつまり外国日本人ということだけではなくて、女性男性男女共同参画時代のですね問題につきましても鋭意取り組んでいるところでございます。また残念ながら京都大学の女性研究者の比率というのは十分女性比率が高いわけではございません。これにつきましては大学全体として女性研究者支援センターの設置等を含めまして、男女共同参画プログラムということに大いに今取り組んでいるところでございます。女性が研究を続ける、あるいは教育現場で懸命に働いていただくというためには、いろいろ障害となることがございます。育児がその典型でございましょう。あるいは奥さんを設ける時期っていうのはどうしても時間が取られます。そういったハンディキャップをどうして取り除くかということも含めて、現在大学全体、例えば病気の子どもさんを預かるような病院の中の施設等々の設置等を含めまして、現在関係者の方々に努力をしていただいているところでございます。こういった取り組みが今回のテーマもそうでございますが、社会全体の発展に寄与するということが最終的な目的でございますので、本日は研究者の方々のみならず、いろいろ幅広い市民の方の参加もいただいていると思いますが、今後そういう努力をしてまいりたいと思っております。また女性研究者といえば、私の方から一言申し上げた方がよろしいかと思いますが、本日のこのシンポジウムの企画っていうのは、その女性研究者の中心になりまして企画実行をやっていただいたという意味で、後で竹澤先生の方がご紹介されると思いますけれども、そういった方々の努力に対しまして、私どもとしては大変感謝を申し上げたいと思っております。本日ご参加の方々の背景っていうのは私よく分かりませんが、文系の方々理系の方々、あるいはその両方に関心のお持ちの方々、ご参集いただいていると思いますが、分離融合というような学際的な研究が今後の日本社会、世界社会にとって大変重要になるだろうと思います。これからすさんだ時代がやってくる恐れというものがございます。サステナブルな社会を作るんだということで各方面努力を行われておりますが、サステナビリティという、言ってみれば耳に優しい言葉で対応できるような状況以上に地球社会全体が特に人間社会が厳しい方向に向かっているということはご参加の方々意識しておられると思いますけれども、今後はそういったこともどうやってお互いが人類の弱点、戦争殺し合いというようなところに行かないように抑え弱点を抑えつつ生き残りを図るかというような時代に突入していくだろうと思います。そういったことも含めまして個々の非常に大きな心の奥底に響くような問題、本日の問題もそうでございましょう。そういったものを掘り下げていただいて理解を深めながら調和の発展に寄与していただければと心から願っております。簡単でございますが会見にあたりまして関係者の努力に感謝するとともにこの研究会がシンポジウムが成功になることをお祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。